こんにちは今日は素粒子クオークーとレプトンについて説明するよえまずは黒板の方を見てほしいんだけども素粒子を学問として始めるきっかけはえまずこの原子の構造を見てほしいんだけども原子核の周りを電子が回っているえ原子核は陽子と電気量ゼロクーロンの中性子からできているこれいいよね。え以前はえこの世に存在する物質は3種類の粒子。 えつまり陽子子子とと中性子とえそして電子この3種類の物質で3種類の粒子で全ての物質が作られているのかなって信じられてきたんだえところが実はここで一つ問題点があってこの原子核の構造をよーく見てほしいんだけどもププラスとプラススとは反発し合うよねえもちろんプラス同士は積力を及ぼし合うこれはすでに説明した通りだよね。 だいたいたこの距離にして10のマイナス乗メートル書いこ,なこの原子核の大きさは10のマイナス15乗メートルめちゃ狭い領域にプラス同士が狭い領域に静止しているこの反発力を考えるとこの構造はありえないなと。どうもこの陽子と中性子あるいは陽子同士を結びつける力これを核力って言うんだけども核の中身を結びつける核力を 最初に考えた物理学者が日本人で湯川秀樹っていう物理学者みんな聞いたことあるよね湯川秀樹が京都大学を卒業して最初に取り組んだのはこの「核力」なんだ湯川秀樹はこういうことを考えたんだ「陽子プラス」だよねそして「中性子は電気的にゼロクーロンこの陽子と中性子の間にプラスの電化のやり取りがあって この粒子のやり取りによって陽子と中性子が引き合うんじゃないのかなこの粒子のやり取りを考えた粒子のことを中間子この中間子というのを湯川秀樹が最初に考えたんだ。ここのの中間子によってこの狭い領域で えー、この2つの各子がつまり陽子と中性子がお互いに引き合うとこれを理論的に予言したえところが当時の物理界では誰も相手にしなかったのねその中間子なんてあるわけないじゃないかところが後になって宇宙船宇宙船っていうのは宇宙から降り注ぐ粒子があるんだけども宇宙船の中になんとこれが 発見されたんだね湯川秀樹が予言した中間子が発見されたということで湯川秀樹の論文え大学卒業して最初に書いたこの中間子理論によってなんと湯川秀樹はノーベル賞を取ったんだよねえさらにこれが素粒子の考え方の始まりでえこの宇宙船について調べた時にえこの中間子だけじゃなくていろんな素粒子が 生まれてきた、えー、パイ中,パイ中間子以外にいろんな粒子が生まれてきて大体もともと3種類で済むのかなと思ったら調べ尽くすとなんと100種類以上あるとめちゃめちゃ大きい数の粒子が出てきたそこで「素粒子」というのは何かなっていうと粒子の根本的な源は何かなと。 粒子の根本を作っているものは何かなそれがまさに素粒子なんだ今日はこの素粒子について詳しく説明するよさあ次に粒子と反粒子の説明をしたいんだけどもこれから素粒子を考える上で必ず粒粒子子と反粒子この発想が重要になってくるんだまず黒板を見てほしいんだけども電子ってあるよね。電電子の電気量はもちろん マイナスイークーロンだよね。えところが実はこの電子と同じ質量を持って電気量がプラスのやつがいるんだ。それが出てくるよ。陽電子というやつがいるんだ。陽電子なんだけども質量は電子と同じなんだけども電気量がプラスのイークーロン。なんと電子の中にこの陽電子プラスの電荷を持った粒子がいるんだ。え実はこの陽電子は この電子に対して反対の性質を持った粒子それを反粒子って言うんだいいもう一回言うと電子が粒子だったらその反粒子がまさに陽電子特徴反粒子の特徴は粒子と同じ質量を持って電気量が相異なるともし粒子と反粒子が出会ったら何が起きんのかなさあそれが出てくるよ粒子と反粒子が出会ったら消滅しちゃうんだね消滅すると もし仮に僕が今鈴木なんだけどももう一人の僕え半鈴木って言っちゃおうかなもし半鈴木と出会ったら半鈴木は僕と全く電気量が異なって同じ質量を持つ鈴木と半鈴木が出会ったら2人とも消滅すると。 ね、決して出会うことが、えー、あったらいけないなという話なんだけどもさ粒子と反粒子が出会うと消滅しここで莫大なエネルギー光のエネルギーに生まれ変わるということが言えるんだ。この粒子と反粒子という関係をしっかり覚えておこう。反粒子とは粒子と同じ質量を持ちながら電気量が正反対粒子と正反対の 電気量を持った粒子のことを反粒子と言って粒子と反粒子が出会うとなんと消滅するとこの関係しっかり覚えておこうね。さあクォークとレプトンについて説明したいんだけどもまずは黒板を見ようここに登場した表が素粒子の表なんだけども実はこの宇宙に存在する物質はここに存在する粒子だけでできてるんだ。 えまずクオークとレプトンの違いなんだけどもクオークは質量が重たいえレプトンは質量がめちゃ軽い重たい粒子軽い粒子という違いをまず頭に入れておこうえクオークなんだけども第一世代って書いてるねアップとダウンえ違いは電気量アップはプラスで3分の 2E ダウンはマイナス3分の 1E なんだ。えこの 我々の体ととかかあるる。いはは物質ててアップとダウンからできている当時昔は第1世代だけで説明できるのかなところが後になってどうも第2世代第3世代チャームとストレンジトップとボトム合計6種類のクオークからこの宇宙は成り立つのかなこれ最初に考えたのが日本人の物理学者のね。 南部陽一郎先生とあとは増川教授そして小林教授とこの三人の物理学者がこのクオークについて深く研究している実はこの三人の物理学者はこのクオークの理論で実はノーベル賞を取っているんだよねこのクオークは日本人が深く関わっているということになるんだそして具体的にクオークで例を挙げたいのが陽子ってあるよね陽子 用紙は記号を使って P と表すけども電気量はプラスのと、e、と表すことができるよね実はこの用紙はアップとダウンの中から3つ選んで3つのクオークからできているさあここに今クオークが3つあって3つのクオークからできていると考えたときにどういう組み合わせかを考えてほしいんだ。 えとにかく考えたいのは、電気量の合計が。電気量の合計がプラスのイ、e、ーとなればいいわけだよね。えそう考えると、まずアップとアップ。えこれでプラスの三分の二イー、プラスの三分の二イーで。電気量は三分の四イーだよね。え、ところが、それにダウンを組み合わせてみよう。 ダウンはマイナス3分の 1E だから合計は分分の3分のの、e、だからプラスの、e、クーロンとなるよねつまり用紙はアップアップダウンの組み合わせでできているということが言えるわけだいい。いついでに言うと中性子どうかな中性子はどうかなっていうと中性子は中性子記号で n と書いて電気量は0クーロン。 電気量ゼロを作り出すアップとダウンの組み合わせでって言うとアップがプラスの3分の 2E だからあとはダウン2つあればいいはずでねなぜかって言うとダウンはマイナス3分の 1E マイナス3分の 1E だから合計ゼロクーロンとなるわけだつまり中性子はアップダウンダウンの組み合わせでできてるんだと考えることができるよね用子はアップアップダウン 中性子はアップダウンダウンの組み合わせでできてるんだこれはいつでも出せるんですよさらにレプトンを見てほしいんだけども上と下なんだけどもニュートリノってあるよねニュートリノは電気量ゼロ下にあるのはおなじみ電子だよねこれも素粒子の一種なんだけども電子の電気量はもちろんマイナスの E なんだ このニュートリノなんだけども電気量ゼロで質量がほとんどないということでこれを観測するのは非常に困難なんだけども実は日本人の物理学者で小柴教授というのがいるんだよね小柴教授が編み出した紙を噛んでっていうね装置があってこの装置によってなんとニュートリノを初めて世界初発見することができて。 これでノーブレスを取ってんだねさらにニュートリノは質量がないと思われてきたんだけども質量が存在するんじゃないのかな。 これも日本人の物理学者で梶田教授というのがいるんだけどもこの梶田教授は電子ニュートリノの質量が存在すると実際に質量があるというのが実験で分かって梶田教授もノーベル賞を取ってるつまりクオークはに日本人が絡んでるしこのレプトン特にニュートリノも日本人が深く関わっているつまり素粒子の世界では最初に湯川秀樹博士がいたよね。湯川秀樹は中間詞理論でノーベル賞を取って このクオークとレプトンいずれも日本人が深く関わってるなというのはとても大切なことなんだ。さあまとめ見てほしいんだけども宇宙にある物質はすべてクオークとレプトンからできているこれしっかり覚えようね。さあ練習やってみようね。練習中性子陽子は電気量3分の2のアップ電気量マイナス3分の1のダウンからなる。 また、電気量が三分の二のアップの半クォーク。え半クォークっていうのは、半粒子のことだよね。電子があって、陽電子があってよねえ。まさに半粒子があるという話なんだけども、半クォークは。アップの上に棒がついてるよね。これがバーと読むんだけども。アップクォークの半粒子だと表すことができて、電気量はマイナス三分の二であると。一番。 中性子および陽子は3つのクオークからなるとえ中性子および陽子の構成をアップアップアップのような形で示しなさいさあとにかく陽子も中性子も3区のクオークからできていたよね。え中性子はどうかなえ中性子はとにかく電気量がゼロなのだから。 い、え、三つのクォークアップかダウンを選び出して、合計がゼロとなる組み合わせを考えるだけだ。もうわかるよね。え、そうすると、まずアップが三分の二で。ダウンがマイナス三分の一だから。え、マイナス三分の一、マイナス三分の一の合計がゼロクールになること、わかるよね。まあ、だから、中性子はアップダウンダウンの組み合わせの。クォークの組み合わせだというのがわかるよね。 さらに陽子はどうかなえもちろん陽子は電気量プラスの E 空論なんだけどもえプラスの E をアップとダウンの組み合わせで作るもうなんとなく分かるよねえ。そうするとアップとアップでプラスの3分の 2E プラスの3分の 2E で3分の 4E となるよね。 これにダウンを足し合わせるとダウンはマイナス3分の 1E と表すことができるから合計はプラスの E クーロンと表すことができるだから用紙はアップアップダウンの,この3つのクォークの組み合わせだというのが分かるよね。さあ続いうにやってみようね。えいうこと湯川秀樹博士の考えた π プラス中間子は電気量がプラス E でアップとダウンクォーク2個からなると。 えー、クォークーね2個から作られてるという話なんだけどもさ π、えー、プラス中間子のクオークの構成を示しなさいとさあ π プラス中間子ね、えー、湯川博士が最初に考えた粒子がこの π 中間子なんだけども、えー、電気量がプラスの e、えー、これ2種類のクオークからできてるさどういう組み合わせかなって考えてほしいんだけども。 え例えばアップとアップだったら三分の四イイとなっちゃうよね。えっ、ー、とダウンとダウンだとマイナス三分の二イイとなるよね。アップとダウンの組み合わせだと三分の二イイマイナス三分の一イ、e、でマイナスプラス三分の一イ、e、となると。アップとダウンの組み合わせでこれが生み出されるのかなできないよね。 そこで考えてほしいのはプラスの E をこいつとこいつの数字の組み合わせで考えると三分の二 E たす三分の一 E のやつがいればできるよね。え合計がプラスの E となるわけだ。三分の二 E はっていうともちろんアップだよね。アップ。三分の一 E はどこにもないじゃないかところが。 ダウンを見てほしいんだけども反粒子があるよねアップの反クオークとあるけどもこれは電気量が真逆だということでこのダウンの反粒子を考えてみようつまりダウンの反粒子を考えるとこれと符号が正反対で同じ大きさとなるわけだ そうすると分分の1/3で e クーロンと表すことができるだから湯川博士が考えた最初の中間子はアップとダウンの半クオークの組み合わせだというのが分かるよね。さあ今日のまとめなんだけども今日はクオークとレプトンについて説明したよね。ももう一度表を見てほしいんだけどもクオークー アップとダウンから始まって、合計六種類あったよね。クォークは六種類あると。え、そしてレプトン、軽い粒子も実は六種類あるなと。え、そして、この世に存在する物質はクォークとレプトンからできてるんだ。これ、しっかり覚えてほしいんだけども。え、これって、まさに。現代粒子の最先端なんだよね。え、実は物理はこれで終わりでなくて。さらに、ここから先。 えー、物理の理論がどう展開するかな、えー、物理学ではまだ分かってないことがたくさんあるんだ、えー、この授業をきっかけにできればみんなにここから先の、えー、研究をしてほしいなということを考えているわけね、えー、本当に最後まで聞いてくれてありがとうじゃあみんな頑張ってね